グレッグカプロ1962年3月30日隊はアメリカ出身のコミックのアーティストである。アーティストとしてクエーサー、X、フォース、スポーン、バットマンなどを手掛けてきた。自らが半券を所有するクリーチでは脚本と作画の両方を務めた。コミックの以外の仕事ではディスターブドやコーンといったメタルバンドのアルバムジャケットも手掛けてきた。 クレックカプロは幼い頃から絵を描いており、最初にバットマンを描いたのは4歳の時だった。バットマンは彼が大人になっても好きなキャラクターだという。お気に入りのグラフィックノベルはフランク・ミラーが描いたダークナイト・リターンズだった。彼はジョン・ビュッセマ、ニール・アダムス、ジーン・コーラン、ギル・ケインなどのコミックアーティストに影響を受け、プロのアーティストになりたいと決心した。その他に、 フランク・フラゼッタ、アニメーターのチャック・ジョーンズ、マットの風刺漫画家もと、ドラッカーなどのコミック以外のアーティストの影響も受けた。カプロの最初のコミックの仕事は、ゴーア・シュリークという作品で、ニューヨーク州のオールバニにあるコミックブックストアファントコ・エンタープライゼスで売られていた。ゴーア・シュリークは、暴力的で子供向けではないホラーコミックだった。このシリーズの成功により、カプロは、 マーベルコミックでの仕事を開始し、クエーサー、X、フォース、ワットイフなどの作画を担当した。彼はマーベルで3年間働いた後、他の出版社に移った。イメージコミックの共同設立者である、トッド・マクファーレンは、X ・フォースでのカプロの仕事で彼のことを知り、その後マクファーレンは、自身の作品のスポーンで作画を担当することになると確信したという。 カプロが最初に作画した号は16だったが、その後26で作画を引き継いだ。カプロは、その後、様々なスポーンの単インやバリアントカバー、カプロ自身のミニシリーズやザ・クリーチなどの多くのイメージコミックの出版物のカバーアートやペンシルを担当した。カプロは、ゲーム、ヘイローさんがテーマのコントローラーをマクファーレンがデザインするのを手助けした。 2007年2月にイメージコミックから合衆のザ・アート・オブ・グレッグ・カプロを出版した。この本はカバーアート、未発表の鉛筆が初期の投稿サンプル、個人的なスケッチなどが収録されている。ありがとうございます。